邪道。邪道、邪道、1968年9月28日隊は、日本の男性プロレスラー。本名、秋吉正治。新日本プロレス所属。デビュー以来一貫して、兄弟こと下道とのタッグチーム、邪道下道で活動している。ただし、ユニバーサルプロレスリング時代に下道が、パッド田中ビジャの3号と、バッドカンパニーを結成し、 一時的対したことがある。下道とのタッグは、後期するパニクラ時代も含めて20年以上もほぼ断続的に活動しており、現存するタッグチームでは国内最長である。過去の参戦団体を見た場合、下道と共にその団体を離脱すると活動停止となることが非常に多い。また、レスラーとしてのキャリアのほとんどをヒールとして活動し、下道と共に 過去様々なヒールユニットに在籍している。インディー団体出身選手ではあるが最近では、プロレスの価値観が、他の新日本プロレスの選手と、同じく、自分たちが一番と主張し、他団体を見下す発言を繰り返している。特に、かつての同志だった、金村金太郎をデスマッチしかできない奴と批判。新日本プロレスに参戦した当初、 下道ともども女性ファンから声援を送られて FMW 時代と比べて違和感があったと週刊プロレスのインタビューで答えている特に邪道は顔立ちが整っていたため女性ファンからさん付けで声援されることが多く今でも女性からの人気が高い下道に比べて喋ることは少ない下道との区別は背の高い方タトゥーを施しているが方が邪道で 顔が、泉や茂に似ていることを、自他共に認めている。一方、入場時に頭にバンダナを巻いて出てくるのが、下道である。また思考では、邪道は酒もいける口で、食べ物の好き嫌いはない。一方の下道は、下戸の上、玉ねぎアレルギーである。安沢明が引退をするときは、送別会で選別を渡すなど、リングを降りると、面倒見のいい、兄貴的な先輩としても有名。 一方、デビュー当時付き人をしていたザグレート、サスケなど、いじめ、嫌がせを受けていた人も多い。プライベートでは、小煩悩な一面も持ち、うなじにある、アンズというタトゥーは、娘の名前である。レスリングマスターというニックネームには、まだまだ極めていないし、まだそんな顔じゃない、夫婦相応の意と困惑している一面もある。また、モノノフ。 桃色クローバーゼットのファンであることも公言しており、アリやス強化をし、コンサートに出演したこともある。もののふには、ジャーリンとも呼ばれている。特に近年は同じもののふである高道の区、高切れに水しと、もののフ構想を繰り広げたり、これまで黒貴重だったコスチュームを緑に変える、桃黒の演出を手掛ける佐々木敦則とのトークショーを行う。 新日本の大会と同日にぶつけられたももクロライブに対して試合より前橋グリーンドームに参戦すると方言するなど物のフレスラーぶりを遺憾なく発揮している2016年1月4日の新日本レッセルキングダム10イン東京ドームではジャウィズ・アリアス強化として時間差バトルロイヤルに出場し優勝を飾った風貌からなのか CMLL のマキシモから狙われている。現在は選手活動と並行し、新日本の外国人選手のブッキングも担当している。1988年、タケシプロレス軍団のオーディションに合格して、プロレス入り。当初のリングネームは本名の秋吉商事。デビュー戦は、1989年3月19日、オランダ・アムステルダムのエーデンホールにおける、 モンキーマジックは来た、現、スペルデルフィン戦。同年、旗揚げ直後の FMW で一試合のみ、ベトナム難民出身というギミックの覆面レスラー、ボートピープル上として試合を行っている。1990年3月、ユニバーサルプロレスリングの旗揚げに参加。クーリー SZ、障子の、リングネームで、ブルドッグキロトン、後の下道と共に、タッグチーム、 パニッシュクラッシュ、略称、ニクラを結成。ロードウォリアーズのオマージュキャラクターのようないでたちで、活躍。この頃に後期する合体技、スーパーパワーボムを開発し、この技で、デルフィンを沈めている。後に、クーリークラッシュ SZ、障子と解明。1991年4月、ブルドッグと共に、メキシコ遠征に出発。同年月に帰国し、 ウア・アンド・ワフ認定インターコンチネンタルタグ王座を獲得。1992年11月、ブルドッグと共にフリーに転向。現在のリングネームシャドウに改名し、再度メキシコ遠征に出発する。W ・イングなどのインディー団体を渡り歩き、1994年2月、ゲドウと共に、ウォーに主戦場を移してからは、冬気行動、ゲドウと共に、 冬気軍を結成し、メジャーインディー問わずに暴れ回る。この頃、竜魂継承者決定リーグ戦で優勝を果たしてしまい、全く受け継ぐつもりなどない天竜玄一郎の魂を受け継いだ。また、ヘビー級時代、当時1 1 0ラムに、まだ線の細かった高山義弘、当時1 0 5キログラムにシングル戦にて、ナリアットで勝利したことがある。 1997年2月、FMW に再登場してからは、金村やミスターガンノスケラと、ブリーフブラザースというユニットを結成。リング上でコントを演じたりもした。12月には、山川隆二田尻義弘組を破り、BJW 認定タッグ王座を獲得。1997年1月、山川隆二田尻義弘組に取り返される形で、 BJW 認定タッグ王座から転落。1999年12月11日、FMW 高楽園ホール大会で、リッキー富士・フジンフライング・キット・市原チョコボール、向かい組を破り、下道&、中川浩二と共に、ウー6人、タッグ王座を獲得。二千年四月十五日、東京、渋谷 ON で、木 井上京子チョコボール、向井組に破れ王座転落するも、5月3日、博多スターレーン大会において、下道中川浩二と共に、うー6人、タック王者帰り咲く。しかし5月28日の後楽園大会で、またしても、冬木行動井上京子チョコボール、向井組に破れ王座転落。9月17日には、リファ、 有明大会でパートナーを下道中山香織に変更し、3度目の同王座獲得。2001年1月27日ウー6人タッグ王座を返上。2月下道田中正と中山らとコンプリートプレイヤーズを結成し、同月11日に下道田中とコンプリートプレイヤーズとしてのトリオでウー6人タッグ王座決定戦を 冬季行動五右衛門音量組と行い、これに勝利。四度目の銅王座獲得するも、わずか10日後の2月21日に、下道、田中正人と共に、FMW を離脱。再度フリーへと転向し、銅王座は空位となった。その後、大日本プロレス、格闘探偵団バトラーツなどのインディー団体を中心に参戦し、同年6月、下銅と共に、 チーム2戦のメンバーとして、日本プロレスに参戦。体重を落とし、ジュニアヘビー級にその主戦場を移す。この頃からゲドウと共に、プロレス界には珍しく科学的なトレーニングを取り入れ、肉体改造を行い、筋骨隆々な肉体へと変貌を遂げ始める。同年7月20日、重心サンダーライガーエルサムライ組を破り、ゲドウと共に E ワグップジュニアタック王者となった。 さらにゲドートのタッグは、プロレス大賞の年間最優秀タッグ賞を受賞した。2002年、イーワグップジュニアタッグ王座6度目の防衛を達成し、同王座歴代最多防衛記録を更新するも、同年5月2日、重心サンダーライガー田中みのル組に敗れ、王座転落。2003年10月13日、東京ドーム大会で4代目タイガーマスクが、 返上した E1 グップジュニアヘビー級王座をかけて行われた時間差バトルロイヤルで優勝。自身初の国内シングルタイトルを獲得。さらに11月29日、金本浩二が負傷のため、返上した E1 グップジュニアタッグ王座をかけて、宮城県スポーツセンター大会で田口隆介後藤博士大き組と対戦。ゲドと共に王2度目の獲得を果たし、 12月14日、名古屋レインボーホール大会で、ヒートに敗れ、E1 ウップジュニアヘビー級王座を失うまで、ジュニア二冠王者となった。2004年3月12日、国立代々木競技場第2体育館において、カレーマンアメリカンドラゴン組に敗れ、E1 ウップジュニアタッグ王座も失う。しかし6月5日、大阪府立体育会館大会でのリターンマッチに、 勝利しげ道と共に三度目のイーワグップ、ジュニアタック王座を獲得し、ライガーラと CTU を結成。2005年3月4日、高楽園ホール大会で金本浩二井上渡組に敗れ王座転落するもほどの防衛を記録し、またしても長期政権を築いた。2006年7月8日、ツインメッセ静岡でエルサムライ タグチ・タカスケ組を破り、ゲドと共に4度目の E ワングップジュニアタック王座を獲得。同年には、天山広吉に対して、トレーニング指導を行った。2007年5月2日、後楽園、ホール大会で、ディック・東郷高道の区組に破れ王座転落。同年7月、CTU 解散、公式的な解散は8月26日に伴い、天山率いる、 GBH へ加入。天山が追放され、マカベガナギが新たなリーダーとして陣頭指揮を取るようになると、それに追随して GBH として活動を続ける。2009年4月、矢野通の裏切りによって GBH が空中分解した後は、矢野に追随する形で、新ユニット、カオスの一員となる。8月30日、後楽園ホールにて、邪道。 ゲドデビュー20周年記念工業を開催。ゲドウと共にメインで登場し、プロレスリング、ノア所属の金丸義信平柳原半組と対戦。クロスフェイスオブジャドで平柳を下し、ゲドウと共に優秀の美を飾ったが、全日本プロレス参戦時代にタッグを組んだこともあった、金丸との因縁が勃発。10月3日、ノアの大阪府立体育会館大会で、 金丸鈴木小太郎組が持つ GHC ジュニアタッグ王座に挑戦するも、下道が金丸からホール負けを喫し、敗戦。12月4日に下道と組んで EWA グップジュニアタッグ王座に挑戦する予定だったが、2日の試合で金元のキックを頭に受けた下道が混沌して K、大負けを喫し、検査の結果の浸透と診断され、1週間安静と言い渡される。 そのため、タイトルマッチは中止となってしまった。22日には、スーパー J カップに参戦。1回戦で、DDT プロレスリング所属の男色ディーノと、初対決。ディーノの男色殺法に付き合わず、あえて付き合わないことで、ディーノの男色殺法を際立たせるとも見ることができる。逆水平チョップくどとなく繰り出し、ディーノの胸を真っ赤に腫れ上がらせるも、この日のために用意した、ディーノ弾。 ゲドークラッチに敗れる。皮肉にも長年のタッグパートナーであるゲドーの得意技、ゲドークラッチの男色バージョンの前に一回戦で、敗れ去ったジャドーは、試合後、執念だな。あいつ、ディーノのデビットとやりたいっていう執念に負けた。とコメントを残した。2010年2月14日、田口隆介、プリンスデビットの持つ E1 グップジュニアタッグ王座をかけたタイトルマッチが組まれていたが、 1>, 1月31日に行われた試合中に、ケニー・オメガが放ったらケブラダをまともに喰らい混沌。レフェリーストップ負けを喫した。試合後も動かない邪道は、担架で運ばれた異常し、心配するファンからも声援が飛んだ。後日の検査の結果で、頸椎念座と診断され、シリーズも全線欠場。タイトルマッチはまたもや流れてしまった。 2014年1月31日、高道の区とのプロレスラーモノノフ最強決定戦に挑んだ。同試合は負けたらモノノフ即引退と銘打たれており、試合会場となった新宿フェイスには、プロレスファン以外にも、沢のモノノフが応援に駆けつけ、邪道は、桃色クローバー Z のライブでは、出林として使われるオーバーチュアを加えたテーマ曲で入場し、ファンを大いに沸かせた。 試合は、クロスフェース・オブ・ジャドで勝利を収めたが、敗れた高に、物の負不に引退なんかねえんだよ。との言葉を放ち紫のタオルを渡した。6月8日の代々木第2体育館大会を最後に、腰部脊柱管狭窄症に伴う、座骨神経痛により欠場していたが、12月19日の、後楽園、ホール大会より復帰した。2016年1月4日、 デッセル・キングザム・ジューイン、東京ドームの大霊試合1分時間サバトルロイヤル、ニュージャパン乱暴で優勝。下道に比べあまり細かなテクニックを感じさせるような動きは見せず、鍛え上げられた細身の体ながら、直線的でオーソドックスなパワーファイトを展開する。近年では、ディックフレアのフェースファーストバンプや、古典的アメリカンプロレスに代表されるタイツを下げられて、 全部をあらわにするなどのやられ技も見せており、クリスベノアやランディオートンから影響を受けた技を多数使用。現在、過去に用いたことがある、リングネーム。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。